キョコキョ今日のいたずら。どうも大村です。今回も藤田にいたずらを仕掛けたいと思います。偽番組の今回ネタ見せということでですね、こんな偽番組を作ってもらいました。マスターオブパフォーマンス異種小闘技コロッセオに集いし101人の審判、勝者を決めるのは101人の一般人審査員、テレビ史上最もシビアなお笑いバトルと。こんなすごいね偽番組ができてしまいましたね。読んできますとですね、目の前のお客さんが公平に審査するだとか、会場に集まったお客さんから抽選で選ばれた101人の審査員、なぜ101人かというと50対50の引き分けがないようにと書いてありますね。招集された各ジャンルの笑いのプロたちのネタを見て、どっちのネタが面白かったかまたは楽しめたかで審査していくトーナメントバトルと。さあこれが異種格闘技というのがね、なぜかというと漫才、コント、ピン芸、モノマネ、落語、手品、ダンスと、ダンスと戦うんですよ我々、手品とありえないでしょ全部嘘ですからねこういう今日はネタ見せということで、こんなのもね用意してもらいましたよ。ほらね、ネタ見せの順番ですね。我々トータルテンボス M1 では覇者になってませんから、オンバト王者と S1 王者と、カモメンタルキングオブコントと、サンドイッチマン M1 王者、ミカン R1 ファイナリスト、パンクブーブー M1 王者、インパルス色モネア3回連続100万みたいな、こういう肩書きを引っ提げたコンビたちが、俺たちの次にどんどんとネタ見せに来るという設定です来るわけない、嘘なんですねもう藤田は昨日から鼻息荒くしてますよそんな大会が始まるのかと、そしてそのネタ見せでいたずらを仕掛けたいと思います。どんないたずらかと言いますと、こちら、これネタ見せ用のこのセンターマイクなんですが、こちらにね細工してあるんですよ。まあ今から細工しちゃうんですけど、もしですよ、まあ僕らといったらね、漫才の冒頭に、なんとかなんとかしてみたいんだと、藤田が、ああじゃあやってやるよと、忍びねえな構わんよと、もうトータルテンボスといったらの風物詩がありますが、その忍びねえな、僕が言った後の藤田の構わんよ、あそこで絶対マイクに近づきますよね。その時にこのマイクから白い粉がパフッと出たら そこで藤田のリアクションを楽しみたいと思うんですよ。さあ早速細工に走りたいと思います。まずですね、こちら簡単に外れるようになってるんですよ。そしてですね、これがコードと見せかけて、これね、チューブになってんですね。これがまあこの先なんですよ。で、このチューブのこちらね、出口にこのようにですね、パウダーの方ですね、地味な作業なんですが、結構ね、やっぱ入れるだけ飛び散りますからね、はい、あっぱれ君、はい、ちょっとマイク入れちゃうからちょっと押さえててくれ、はい、おお出ないんかいなんか逆に悲しいです、なんかごめんなってなって、ちょっと俺が今一番恥ずかしかったあってね、出ると思ったら出ない、出ないんですから恥ずかしい何ですか今のさあこのくらいでいいんですかね。10枚ありましたね。でですよ、もう一度蓋をして、このように吹くんですよ。さあ藤田のリアクションを楽しみましょう。今回のいたずらは題して
ネタの冒頭に俺が忍びねえなと言った後、藤田が構わんよとマイクに近づけた瞬間、この前から白い粉がパッて飛び出して、藤田の頭は真っ白、そして顔も真っ白てってるです。藤田のリアクションを楽しみましょう。最初はな、最初さえ勝ち抜けば、それがだからやっぱ漫才コントは有利だな。俺はちょっと101万ですか、優勝賞金。あ、1です、マジで。一応お客さんが101人かけて、はい、101万っていうのを。おお、まあ、他の M−1 とかであればあれなんですけど。いえいえ、全然ちょっと賞金ハンターで僕はなんか結構賞金もらってるもんね。そういうところ賞金かかるって恥ずかしくないですね。そうですね、S1 とか、そうですね、賞金は本当に強いですね。っていう感じで、で一応、まあ、全部あの、まあ、トータル最終的には3ネタの可能性があるんですけど、一応今日この後、はい、あのちょっとカメラ割りとかの、 あの確認もあって、1ネタだけちょっと、あ、もう一発目にやるような。そうですね、まあ別にそれが絶対それでやってほしいわけじゃないんですけど、なんとなく、まあ、もう十分トータルのネタからもあの調べてしてるんですけど、ちょっと一応記録用に撮らせてもらえないかなっていう。何を考えてるの？そうね、話聞いてからにしようかなと思ったんですけどね。まあ、相手にもよるんだね。そうです。まあまあ、必ずしも今日やったネタを絶対取りですよね。まあまあ、じゃあ。一応、チコはやっぱ手品だって、こっちも手品入れたネタしない。ねえよ、そんなの。昔お前の耳から、髪の裏からなんか、バーコック出すみたいなやつやったけど。うちちょっと、あの、一定的に割と力が入ってて、上の人間がちょっとその、ネタを見たいっていうのをちょっと、あっちに。上の人間って、まあ、弱いよね。そうなんです。一応あのこっちで撮った映像でっていうのがあったんで、ちょっとすみません、あのこんな、はい、ことを見せてるランクじゃないんじゃないかと。上の人間が関わってるとなると、がぜんやる気がする。鼻の中を言うな。何かここはほくりだろうな。入られます。お願いします。お願いします。こちらに、はい、ちょっと38枚かかったんでしょ。ああ、全然すみません。あれ、これ、か、では、はい、すいません。はい。じゃあお願いします。じゃあいつも。はい。どうも、ここでやってますです。お願いします。いきなりなんだけどさ、俺の憧れのシーンってお前ご存知？存じねえ、教えてくれよ。街中でさ、見ず知らずの男同士が喧嘩を勃発したりするだろう。もうあるな。そのさ、見ず知らずの男同士の喧嘩にさらに見ず知らずの男が止めるみたいなさ。ああ、なるほど。仲裁するみたいな。仲裁な。あのスマートな止め方かっこいいと思うんだよ。スッと止めれたらかっこいいよな。あれをやってみたいんだよ。なるほどな。じゃあ俺は今から架空の相手と揉めるから、お前仲裁してこいよ。おい、忍びねえな。構わんよ。構わんよ。しいな、お前は。お前は愛苦しいな、坊主でやりやすくなったよ、お前。え、愛苦しいな、お前。何が何じゃ、ドッキリだよ、お前。いたずら、いたずら。俺たちの恒例の。いやいや、それは分かるんだけど。いや、何の何のじゃないよ。ツアーの。ツアーのだよ。ツアーの。そうだよ、日テレさんを巻き込んでるんだよ。もちろん、だからあんな偽番組などない。え、マジで？マジだよ。え、ツアーのためにわざわざ日テレさんが来てくれよ。そんだけじゃないで、そうだよ。マジで？マジだよ、マジだよ。いや、そこに感動してどうすんだ、お前は。それはそれですげえし。おー、え、マスターオブコロシアムだっけ。あれは全くの偽番組だ、あんなのは。おい、101万。